久保さん本当負けず嫌いですよね。この億万長者合宿、負けず嫌いで成り立ってるようなもんだと僕は思ってますけどね。<laughs> 久保哲郎の返しに負けたるかみたいなね。絶対返したるみたいなね。<laughs> 2年前ね、あの、脱臼して、あの、吉田さん脱臼しましたみたいなね <laughs> あの。ギブスしながら動画撮ってくるみたいなね。<laughs> 僕も移動しながらでも動画撮るみたいな。そう。 だ前の一番最初のシリーズなんかはガッチャンコしてたんで移動しててガッチャンコはね超大変だったんですけど <laughs> そうまあ負けず嫌い大事ですね、うん、負けてたる,るものかというのは非常に僕は大事だと思いますよ、うん、最近あのあの塾えー、っとねあのブログ毎日書いた子がセミナーやるっつってウィーじゃないかっつってねでなんかメール来たんですけど なんか、あの、集客は多分できないと思いますが、どの子のみたいな回だったよ。もうなんか、案内する前から集客無理だろうな、みたいな。いや、無理でもやってみるっていうね。<laughs> 無理でもとりあえず全力を尽くしてやってみるっていうことが大事だと思いますね。やっぱね、最初から無理って諦めてたら、それは無理ですよね。うん。だから、なんだろうな、無理じゃなくて、今できることをコツコツ積み上げるしかやっぱないんですよ。 でも、その、今無理って言ってしまうと、今日できるコツコツも何もしないっていうね。うん。だポンコツになっていくっていうね。コツコツできないポンコツになっていくっていう <laughs>。だから、まあ、あの、時間は過ぎていきますし、僕も気づいたら、まあ、もう、もうちょっとでね、あと1年ちょっとで40歳になりますし、久保さんも50すかなりますけれども、まあ、良かったなと思うのが、 まあ、久保さんも振り返ってみてそうは思うと思いますけど、積み上げてきてよかったなと、うん、コツコツやってきてよかったなっていうのは多分し、骨に染みるほど感じてるんじゃないですか。もし、もしあのコツコツがなかったら今の久保さん絶対ないですからね。100%ないですよ。毎日お客さん会うとかね、地味なことやるとかね、サイト作ってみるとか、コツコツね、地味なことを続けてきた。それがなかったら今の久保さんもないし僕もないですよ。うん なんか、あなた、久保さんだからできるんでしょうと。僕だからできるんでしょう。その通りです。コツコツやってきただけなんで。あなたがコツコツできないんだったら、今できることもコツコツできないんだったら、それは無理ですよ。<laughs> それは無理。<laughs> 申し訳ないけど、もう、あの、この道には入らない方がいいと思いますよ。うん。でもね、僕は言いたいんですけど、あの、この道に入らなかったとしても、サラリーマンとしてコツコツ毎日働いてるじゃないですか。 いずれにせよコツコツ働くわけじゃないですか。ね。手取り14万で。ね。<laughs> バッときそうですけど <laughs>。手取り44万でコツコツ働くわけじゃないですか。どっちのコツコツの方が夢あります僕は夢がある方のコツコツをした方が、うーん、いいんじゃないかなと思いますけどね。うん。あなたの手取り14万に夢はありますか言ってらっしゃい。